選手がスタジアムに姿を見せてきました。鳥取は右ライムグリーンのユニフォーム、富山は左白を基調としたユニフォームです。J3 32節笛が吹かれました。まずは左エンド白が富山です。コントロールタワーです。彼からの配球先、右サイド高市田中、牛野浜とのコンビ、ワンタッチ、さあ出た牛野浜、スピードがある、中央は茂松待っている、そして富樫だ、富樫打てるか、打たー、これはオンゴールか、決まりました。鳥取先制、ホームゲーム先に鳥取前に出ました。1対0、内が相手のオンゴールを生みました。富樫ここで強く振ろうというところでオンゴールを誘って鳥取ホームゲーム、前半7分早い時間帯で先制点です。今瀬とぶつかったこのプレー、安光対応しているのは牛野浜です。長谷川も行った、中央で伊藤右足を振る、ぶつかる、もう1回決まる、同点、富山追いつく。前半の31分、サポーターも手を挙げる。その手前で粘って伊藤のシュート、その後でした。横浜 F マリノスのアカデミーから、さあ松岡ボールを奪って前線、マテウス・レイリアがサポート、左足をシュート、パンチングで糸原がフリーでボールを受けた。マテウス・レイリア、アルトゥル・シューバーが上がる。このコンビ右を選択、フリー松岡、中には4枚いる、左足を振ってきた、左足松岡、富山1対2勝ち越した。後半の10分スコア、富山逆転1対2アルトゥル・シルバから1人コースかわして左足でニアに決めてきました。糸原動けず、アウェーチーム得点1対2富山。鳥取は今吉井とその田村が準備しています。さあ左足ポストのわずか右でした。そして小澤です。主審が時計を見る、ファイナルホイッスル、1対2アウェー富山勝ちました。